アンデルス・スパーマン・スパルマンが記載したサーカファイト・サングイネア・ケルナーデ・アバウントダイ、エイゲンシャフティン・デ・アップ・フロンゼンからアンデシュ・スパルマンは、スウェーデンの博物学者である。カール・フォン・リンネの弟子で、世界各地に、生物標本の採集に派遣された、リンネの使徒たちと呼ばれる学者の一人である。ウプサラに生まれた。父親は牧師である。9歳で、ウプサラ大学に入学し、 14歳で医学を学び、輪廻の最も優れた弟子となった。1765年に繊維として中国に旅し、2年後スウェーデンに戻ると中国で見た動植物の記述を行った。1772年に希望峰に旅し、その年の末希望峰に来航したジェームズ・クックの南太平洋を調査する第2回公会にヨハン・フォースターフ氏の助手として乗船した。 1775年7月に希望峰に帰国した後も医師として資金を稼ぎアフリカ内地の調査旅行を行った。1776年にスウェーデンに戻ると名誉学位が与えられており、1777年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1780年に自然歴史博物館の学芸員に任じられ、 1781年に、博物学、薬学の教授、1790年に、医師組合の監査人となった。1876年から、ヨハン・フォン・カールソンの個人コレクションの100種の生物の、ズフ・ミュージアム・カールソン・ヤナムを出版した。1783年に、アフリカやクック公会の旅行記を出版し、翌年ドイツ語に翻訳されて出版され、 1785年に英語版が1878年にフランス語版が出版された。1805年にはスウェーデンの鳥類に関する著書を出版した。小惑星スパーマンはスパルマンを記念して命名された。スウェーデンの小説家パー・ウェイストバーグによって電気小説が書かれザ・ジャーニー・オブ・アンデルス・スパーマンのタイトルで英訳された。スポームは 植物の学名で命名者を示す場合にアンデシュスパルマンを示すのに使われる。ありがとうございます。